っております。呼んでみましょう。沢田さん浮かれてますよ。よくわかりますね。いいな。今ですね、こちらは午後の8時を過ぎまして、うん、もう真っ暗です。真っ暗です。真っ暗、真っ暗ですよ。浮かれてます。あ、ウクレレだ。ウクレレを今ね持ってるんですけど、これがもうね二足三門のウクレレなんですよ。たった11ドルのウクレレですよ。安かろう。でハワイ到着してどこに行かれたんですか。ハワイでコナっていうとこあってですね、まあ、コナと言いますとやっぱりコーヒーが有名じゃないですか。コーヒー園にお邪魔したんですよ。はい、あの国武さんっていう方が作ってらっしゃってですね、日本の方なんですか。日系三世の方で、そう、あのまあ日本語もですね達者なんですけども、実は私4月に日本行きました。え、どこ行くんですか。あ、錦帯橋見に行く。え、錦帯橋、錦帯橋ってそれ私の田舎ですよ。オーマイガーみたいな話になったんですよ。そんな私の横で今、うん、えゆきちゃんがですね、うん、あの国武さんのところでいただいたですね、うん、めっちゃ美味しいまたバナナをね頬張ってるんですよ。いや、ゆきさんのバナナもいいですけど、初めてハワイどうなんですか。わ、もう本当に分かんないですよ。本当に置いてきてください。いや、もう今もう食っちゃね食っちゃねないよこの人が今。まだ私ね1日経ってないですよね、まだね、うん、ね、本当にねウエストが苦しい。明日以降はどういうところに取材予定ですか。明日はですね、いよいよあのハワイ島といえば活火山の溶岩ドロドロの、うん、キラウエア火山、キラウエア登ってきますよ。はい、それからですね、あの真っ黒なビーチがあるらしいんですよ。ブラックサンドビーチって言うんですけど、ブラックサンド、はい、それをちょっとこの目で見てみようかなと。沢さん、今回さすがにゴルフはなしでしょう。結構スケジュールもパンパンで、このねアブダビーチプリンスホテルは、はい、ゴルフ場の中にホテルがあると言ってもいいと思うんで、私は呼んでるわけですよ。呼んでないよ。サンタさん、もし奇跡が起きてスケジュールが合えばね、はい、なんとかこう、あのね、還暦のお祝いのハワイ旅行じゃないでしょ。